来たか。もっと近くへ。今日はお前に大事な話を聞かせてあげよう。昔々あるところに世界を救うために乗り出した人々がいた。だが数々の研究の副作用で彼らは自我を失っていき、よそ者の侵入を許さない遥か遠い場所に閉じこもったんだ。時が流れ世界に秩序が確立すると、彼らは伝説として語り継がれるようになった。今や知る人も少なくなった彼らを、私たちは遥か上の仙人たちと呼んでいる。どうだ、私と一緒にそこに行ってみないか。桃源郷へようこそ。私は桃源郷の冬を守るカオンと申します。春、夏、秋、冬、美しくありませんか。ここ桃源郷は私たち獅神が守る絵の中の世界。花も木も空に浮かぶ雲もまるで筆で描いたような幻想的な風景でしょう。獅神は何を守っているのかって、12人の仙人、俗世では遥か上の仙人たちと呼ばれていましたっけ。しかしあなたに全てを教える義理はありません。あなたが自力で桃源郷に入ることは絶対に不可能ですから。ほうほう、それはどうかな。この世に絶対はないぞ。人生いつ何が起こるかわからないからな。どうして侵入者がここに。見つけた。早く見逃すところだったの。二度と会うことないだろうと思っていた仙人たちまで思い通りにいかないことばっか。邪魔しないでって言ったはずなのに、あんたなんか私の怪物たちに勝てるはずないわ。あの方のための実験材料になりな。もう誰にもカリーンの邪魔はさせない。